はい。皆さん、こんにちは。モーターサイクルプロレッサーの誰も教えてくれないバイクの秘密、バイク教室です。さて、今回ですね、えー、エンジントルク特性の秘密と題しまして、まあ、ちょっとエンジンのね、トルク変動についてお話ししたいなと思います。まあ、実は、まあすでにご覧いただいている方入れてくれると嬉しいんですけど、まあ今月号のね、ライダースクラブ、こちらの方でもですね、2機等について、まあ私はちょっと解説をさせていただいてるんですけども、まあ、それのに関連してですね、 それに関連して、まあ、エンジンのトルク変動についてですね、えー、まあ補足というか、あ予備知識としてちょっとお話したいなと思います。トルク変動ですね。はいまあ、トルク変動ですんで、ま,あ、まずは短気筒、ね、1気筒で、ねえー、考えてみましょう。はいえー、横軸に、おはい、マウス映ってますかね。はい、横軸に、 0から720度。まあ、フォーサイクルですね。2回転ですね。二回転、ね。縦軸がまあ、トルクなんですけど、まあ、ちょっと数字は伏せさせていただいてますけど、まあ、何ニュートンメーターと。まあ、0からプラスですね。こっちは0から下はマイナスというふうになりますけども、まあ、プラスは当然、回転方向の、まあ、駆動力に関わってくるトルク。ね。マイナスは逆に、まあ、いわゆるエンジンブレーキ。 そういうやつですね。になると、イメージしてもらえばいいかなと思います。はい。それでですね。えー、はい。まあ、この黄色いのが、まあ、そのトルク変動になるわけです。黄色い線ですね。まあ、呼吸器、圧縮、燃焼、排気と。まあ、4工程ですね。4工程あるんで、まあ、フォーサイクルというわけですけども、まあ、一般的にはこういうトルク変動をしています。 はい、それが、まあ、2気筒になると、まあ、この場合360度クランク、まあ、最近270度クランクだったり、まあ、V 型2気筒が、ねえー、結構多いんで、ちょっとパターンがちょっと違いますけど、まあ、いずれにしても、ね、2回転する間にパンパンと、パンパンとね、するのが2気筒です。まあ、これが270度だともう少し間隔が変わってくる。 366ランクだと等間隔爆発なんですけども、ね、あと1806ランクとかね、えー、そういうのによって、はい、爆発のタイミングが少し変わってくると。そして、まあ、ご存知というかね、まあ、この言うまでもないですけど4気筒、4機と一般的な1806ランク、まあの場合は、 等間隔爆発に進んで、2回転する間に4回バン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 とね、爆発する非常にスムーズなエンジン特性かなと思います。まあ V 型4気筒とか、ヤマハの R1 クラスクロスプレーンはこれまたちょっと、ね、変わってきますけども、まあ、ちょっとまあ、ざっくりイメージだけまあ持っていただくとま。まあ一般的には皆さんトルク変動で言うとこういうイメージがだいたいあろうかなと思います。はい。まあこれをもう少しね、えー 詳しく考えてていいいってみたいなと思いま,すまあエンジンねありますよね。まあシリンダーの中でバーンとガソリンね、えー、爆発というかまあ我々は燃焼という言い方しますけども、まあ爆発的に燃焼するわけですけど、まあ、その圧力が増えることでピストンを押し下げて、その押し下げられたピストンがコンロッドを返してクランクシャフトをこうね、回すと。この場合、えー、まあ時計回りにまあ回ってるわけですけども、この時ですね、ピストンが あごめんなさい。燃焼トルクですね。はい。これが、これをね、我々は燃焼トルクという言い方をさ、ね、せてもらいたいなと思います。はい。そしてこのピストンがこれね、当然上から下がっていくわけですけども、この下がり始めの時ですね。はい。実は、完成力っていうのは、ピストンが動いてる反対方向に力がね、発生するんですよ。 要するにピストンは下向きに加速していきますんで、えー、ね、加速すると、皆さん車でもね、加速すると、後ろにバーッと持っていかれますよね。これ完成力です。これいうね、いわゆる G とかって言いますけども、こういうふうにピストンが、ね、置いてかれる力がこの力は実はこのクランク、コンロッドを介してですね、はい。回転しようとする方向と逆、要するにまあブレーキ、エンジンブレーキと同じですね、の方向に、 トルクが発生してるんですよこれ実はこれをね我々完成トルクというふうにまあ一時的に、ねえー、言い方をしてます、えー、これがさらにピストンがもう少し下がってくると慣性力をピ,加速ピストンの加速度がなくなる時に慣性力はゼロなんですよね <laughs> ま,あまたややこしいですよね、はい、でさらにもう少し下がると今度は慣性、はい、力逆向きなんですねピストンのスピード加湿点に向かってどんどん 落ちていきますんで、さね、スピードは小さくなっていきますね。そうすると完成力は今度前向きなんです。要するに車でブレーキ踏んだら前へ行きますよね。こういう状態と一緒になりますんで、はい。この時はまた完成トルクはエンジンの回転方向に発生する。いうふうに、ピストンがね、上か下へ下がる間だけで、ね、完成力が上行ったり下行ったりして、 関数の完成力が完成トルクとなってクランクに、まあ、回転をする力をですね、発生すると。まあ、時にはエンジンブレーキと同じような力だったり、時には燃焼トルクと同じような方向に力が発生すると。まあ、これ燃焼トルクとは別に発生してますんで、この両方トータルなんですよね。はい。で、まあ、これを計算してみましょうと。まあ、燃焼トルクはね、まあ、この先ほど一緒です。ね これに、まずは、今、先ほど図解で説明したのは、一時の完成力なんですね。一時の完成力がクランクシャフトに発生するトルクっていうのは、こんな感じなんですよね。まあ、ここは約5000回転。まあ、ちょっと排気量によって、当然、この縦のね、トルク、トルクの値が変わってくるんですけども、まあ、いたい短気等で約5000回、まあ、排気量によりますけど、大体これぐらいのイメージです。これがね、 回転数が増えてくると、例えば1万回転とかになってくると、当然完成力がどんどん大きくなりますんで、この一時トルクの変動はもっと大きく、まあ、一時完成トルクのです、ね、変動もっと大きくなってきます。しかしこれはプラスマイナスゼロです。仕事してませんので、ね、プラスのトルクもあるし、マイナスのトルクもあるので、プラスマイナスゼロになります。そしてさらに実は、二次の振動っていうのもね、エンジンにあります。 二次の完成力もトルクに換算すると、実はこうやってね、ちょっともっとちっちゃい波が発生してると。これはまあ、先ほどの一次完成トルクも二次の完成トルクも、アイドリングだともっと小さいです。アイドリングとか2000回転ぐらいで、ね、スロットルを開けると全開にすると、この、ね、オレンジの燃焼トルクはこうバーンと出るんですけど、回転数低いとこれ変わりません。スロットルの回路には関係ないです。回転数に依存しますので。 そしてこれが、ね、この3つのトルク。3つのトルクを合成すると、こういう赤い。実際は、エンジンのクランクシャフトからは、こういうトルク変動で、チェーンに伝わって、ダイヤに伝わると。実はこんな変動してるんですね。これはなかなか、皆さん納得いかない人が多いかなと思うんですけど、実際こうなってます。 でえーまあ、今日はです、ね、ちょっとここまでにお話しさせていただいてちょっと、まあ、まずは1回まとめたいなと思います、まあ。エンジンには燃焼トルクと完成トルクというのが発生しています。まあ、完成トルクには1時と2時と、ね、あるわけですけども、まあ、大きくは完成トルクと燃焼トルクと。えー、この2つの、まあ、合成されたものが最終的なトルク変動として出てくるんですけども実はこれがエンジンレイオトによって特性が異なると、まあ、短期とは一緒です。 ね、3気筒は一緒ですけど、2気筒だったり4気筒、まあ3気筒もそうですから、ね、4気筒。特に2気筒なんかだと、ね、360度、180度、270度、あとまあ V 型とかね、エンジンのレイアウトによって、この特性当然変わってきます。まあ、ということが、えー、今月のライダースクラブね、こちらの方にはね、ちょっとお話しさせていただいてます、はい。あとまあ4気筒も当然変わってくるわけですけども、まあそのあたりについてはですね、ちょっと次回。 お話、詳しくさらに、ね、お話したいなのかと思います。お話したいかなと思います。まずはね、ちょっとこういう基本的にはい、燃焼トルク変動と、ね、完成トルク変動っていうのがあって、それが合わさって、非常に複雑なトルク変動をしているということをご理解いただけたら、まずは今回のお話ということで、また次回をお楽しみに。 Gordinho.